8日目のセミは、角田光代による日本の小説。読売新聞有刊にて2005年11月21日から2006年7月24日まで、連載、中央公論新社より2007年3月25日に、刊行された。母性をテーマに、不倫相手の女児を誘拐した女性の逃亡劇と、誘拐された少女の成長語を描く。第2回中央公論文芸賞受賞作。 2010年に NHK 総合テレビにてテレビドラマ化2011年に松竹配給で映画化された母性をテーマにした作品不倫相手の子供を誘拐した女、キワコの3年半の逃亡劇と事件後大人になった子供エリナの葛藤を描く2章から構成されるサスペンス調だが出生、愛情 家族などの日常的な要素が独特の切り口で描かれる。第0章、秋山武博の愛人であった野宮秋和子は秋山拓に侵入していた。眠っていた赤ん坊を一目見るためだったが、赤ん坊が笑いかけたのを見て衝動的に誘拐する。第1章期和子は、カオルと名付けた赤ん坊と共に逃亡を始め、まず事情を知らない親友の手を借りた。その後、 立ち退きを迫られている女の家での滞在や偶然に遭遇した女性だけで共同生活を送るエンジェルホームに所持金をすべて手放して入所。さらにエンジェルホームで出会った共同生活者の手助けを得てちょうど島に逃亡し安心感を得た生活を送ったものの一枚の写真がきっかけで木和子は逮捕された。第二章成人したエリナは 最子持ちの岸田と付き合う中で、木和子と同様に妊娠し、岸田は竹広同様代よりにならなかったが、緑の綺麗な頃という言葉から自分の判断を下した。また、エリナの前に、かつてエンジェルホームにいたという安藤千草が登場した。最後は、瀬戸内海の場面と仮の親子の運命に関する描写である。時系列経過、野々宮清子、宮田京子。 ルツ1955年、小田原市生まれ、大手下着メーカー経営者に就職、後にフリントシルも相手の言葉に乗り、同僚の秋山武博と付き合いを始めた。武博の子供を脱退した経験があり、その結果、子宮内が癒着し子供が産めない体になっている。エツコになじられた言葉が未だに心の傷となっている。エリナを一目見るだけだったはずが、 これが元で誘拐犯として追われる身となり、潜伏先を転々としながら、エンジェルホームに逃げ込む。そこでも、自分たちの娘や妻を奪い返そうと行きまく、家族団体からの抗議に巻き込まれる中、警察の介入を恐れて、再び逃亡を計画。組の協力を得て、小豆島へと逃亡した。組の母、正サのもで偽名を使い働きながら、愛情を持ってカオルを育てていたが、 すでに指名手配犯となっており、小戸島の行事で自身の写ったアマチュアカメラマンの写真が全国版の新聞に載ったことがきっかけとなり、最終的に警察に逮捕された。秋山エリナ、宮田カオル、リベカ1984年8月19日生まれ、カオルとしては7月30日生まれ、大学生。生後6ヶ月でキワコに連れ去られ、彼女の娘、 カオルとして育てられたが、4歳の時に、キ和子は逮捕され、家族の元に戻る。しかし、このことが、大々的に報じられ、世間からの好奇の目にさらされてしまったため、誰とも馴染めない日々を過ごしていた。実の親との関係もぎくしゃくし、親の反対を押し切って、一人暮らしをしている。18年前の出来事を、客観的に見ているものの、身は、自分が何なのかもわからないでいる。 岸田と不倫関係にあり、岸田の子を妊娠、木和子と同様の道を歩んでしまっている。18年ぶりに千草と再会し、次第に彼女に心を許す中で、失った自分を取り戻していく。秋山武弘1951年、長野県生まれ、エリナの父親。不倫中は、木和子に妻との離婚をよく口にするようになり、木和子は、 竹博との将来を現実的に考えるようになる。しかし妊娠を告げた木和子に離婚の計画が台無しになるとして打体を説得する。事件解決後、誘拐事件に対して無関心を装い住居や職を転々とした。原因が自分にあると指摘されるのを心底恐れていたためである。秋山悦子1953年生まれ、エリナの母親。 ヒステリックな一面を持ち、夫の不倫相手だった木和子を罵倒する。誘拐事件当時は、別れた男友達がおり、事件発生直後に男友達を疑ったために誘拐事件の初動捜査が狂い、木和子が逃亡できた原因を作った。戻ってきたエリナにどう接して良いのかわからず、不器用な愛情を与えたことが原因で、エリナを苦しめる存在となっている。 秋山マリサイ1985年生まれ、エリナの妹。今でこそエリナが唯一緊張せずに話し合える仲だが、戻ってきた当初は彼女を避けていた。岸田エリナの不倫相手。エリナが事務のアルバイトで勤務した塾の講師。二川光枝、ウエダ、キ学生時代の同級生。キ和子の不倫関係の相談に乗っていた親友。事情も知らずに一時的にキ和子を住まわせる。 中村富子を枝宅を出て、最初に逃げ込んだ家の住人。家からの立ちのきを迫られているが、周囲との関わりを一切立ち、要請にも応じなかった。演歌を大音量で流している。安藤千草、マロン1976年頃生まれ、エンジェルホームでは、マロンと呼ばれ、リベカとよく遊んでいた。フリーライターとして、エンジェルホームの問題やエリナの事件を取材し、 これまでは、自費出版であるが、今度は、正式に出版社から本を出そうとしている。エンジェルホームにいたことが原因で、いじめを受けたりして、本人曰く、現在は、母親のすねをかじっている。男性経験がないことをコンプレックスに感じている。後半、物語が大きく動くきっかけとなる存在。沢田組エステル1957年生まれ。 夫の不倫が原因で離婚した後、裁判で子供の親権も奪われたことに絶望し、エンジェルホームにやってくる。後に、ルツに自分の母親の住所を教え、キワ子の逃亡を手出す決した。沢田正久美の母親、小戸島でそうめん屋を営む。久美が離婚した後、突き放すような言い方をしてしまい、それによって久美が姿を消したと思い心配している。木カ子が、 ミのことを知っていて、自分を頼るように言いつかっていたことから、キワコを受け入れて、自分のそうめん屋で働かせるが、彼女が指名手配されていることを知らなかった。ボランティア団体を自称し、現世において具現化された楽園としているが、実態は、家族や夫らに、理不尽な仕打ちをされたり、見放されるなどの複雑な事情を抱えてやってきた、女性たちで構成されている。 ここではこの楽園を世間に得ることを奉仕として行っており、雑誌などの持ち込みは一切禁じられている。スタデという名の研修を行い、その後の面談を経て、ホームメンバーの可否が決められる。この時、持っている財産を全て手放さなければならないという制約を交わす。メンバーは、属性で、ワークという名の労働を行う。エンゼル、長谷川直美エンジェルホームの代表。 キワコの正体を知ったのは受け入れごと主張したが犯人員特罪で有罪判決を受けた。田辺エレミア諸橋サライエンジェルホームの指導係。NHK 総合のドラマ10枠にて2010年3月30日から5月4日まで放送された。連続6回。これまで火曜22時台で放送してきたプロフェッショナル仕事の流儀が半年間休止されることに、 伴い、空いたこの時間に、ドラマ10が、新たに設けられることになった。本作は、この第一作となり、主演を務める、ダンレーの初主演作でもある。本作以後、ドラマ10で放送される番組は、レターボックス16、9で放送されている。2010年10月29日、第27回 ATP 賞、テレビグランプリ2010にて、同作品はグランプリを受賞した。 主要人物東京の人たち小田原の人名古屋の人たち岐阜の人たち小豆島の人たちサウンドトラックなる島で監督奥寺里子脚本で映画化され2011年4月29日から全国公開主演は井上真央全国224スクリーンで公開され2011年4月3十5月1日の土日2日間で公衆1億後 557万900円、動員14万2990人、初日3日間で講習が2億に125万4、0円、動員が19万6130人になり、映画観客動員ランキングで初登場第5位となった。第35回日本アカデミー賞では10冠を獲得した。荒筋逮捕され、裁判を受ける、キワコ。4年前に、 木和子が犯した誘拐事件が語られる。木和子は不倫相手の妻が生んだ赤ん坊を衝動的に誘拐したのだ。同時進行で語られる21歳のエリナの物語。エリナは一人暮らしの大学生だが不倫の子を見ごもっていた。そんなエリナの前にルポライターと名乗り現れるちぐさ。エリナは21年前に誘拐された赤ん坊だったのだ。 保護された後、実の両親に馴染めなかったエリナの辛い記憶と誘拐中の逃避行が交互に語られてゆく。実は幼馴染だと打ち明けるちぐさ。ちぐさは、キ和子が逃亡中に身を寄せたエンジェルホームでエリナの遊び相手だったのだ。カオルと呼ばれていたキ和子との生活を追想するエリナ。キ和子はエリナを誘拐した犯人だが、母としての愛に溢れていたのだ。 不倫相手に別れを告げ、ちぐさと共に、小戸島を訪れるエリナ。そこは、エリナにとって、幸せの記憶に満ちた場所だった。心の空白が埋められていくエリナ。両親や過去へのわだかまりもとけ、エリナは、お腹の子を慈しみ育てることを誓うのだった。描かれていない話設定の変更細かな違い2011年10月28日、発売。発売、販売元は、 アミューズソフトエンタテインメント。キネマの予感内8日目のセミに関するカテゴリー。8日目のセミに関するカテゴリー。ありがとうございます。